皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとね。ちょっとちょっと、声がかすれてて申し訳ございませんか。らー、すみません、本当に声が出なくてすみません。もう結構これやり直しがすごいんです。もうリテイクリテイクでして、それぐらい NG を連発するほど、今回のお言葉これですね、ちょっとポロリとついつい口に出して言ってしまうのですよね。そんな言いやすいお言葉でございます。まあまあ、まずはお一言を拝見いたしますね。もう何度も実は見てますけれども、じゃん、そうなのですよ、これなのですよ。もうもう、日本語としてよく使われるお一言なのでございますよね。はい、なんて言うんでしょうか、もう日本語化してるんですよ、完全に。よく使います。特にファンタジー系でよく使います。はい、もっと簡単にご説明しますね。言ってみますれば、暗黒面の僕といったようなことでございましょうか。はい、闇の側に落ちた僕みたいな感じですね。はい、そういう時の僕に使う一言でございます。まあ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 、すみません、ちょっとまごまごしてまして、まごまご、この言葉をポロリと言ってしまわないかどうかを気をつけ気をつけ言ってますと、その喋り口調もちょっとまごまごしちゃうんですよ。どうしてもこれ言いたくなっちゃうんですよね、この暗黒面のお一言。まあでも考えてみますとですよ、そもそも僕って暗黒面じゃございませんか。そんなような気がしますよね。だって名前がちょっとこんな名前ですもの。そうなんですよ、僕はまだまだこの名前納得いってませんよ。みんながそう呼ぶからそう呼ばさせては、まあ許してはいますけれども、僕は納得してませんからね。そこのあたりよろしくお願いします。作者さんに抗議文を送って名前を変えてもらいたいぐらいですから。はい、もしよろしければこのリ…あー、危ない危ない危ない、また言ってしまうところでしたよ。僕の名前を変えてくれないかな、作者さんっていう投書をお願いいたしますよ。はい、もう署名運動ですよ、僕の名前を変えてくださいと。そしてもうもう暗黒面と言った時点でかなり皆様の中でもお分かりになられた方多いかと思いますよ。はい、まさに闇の側です。はい、闇の側です。もうもうここまで言ったら、あああれねってなりますよね。そして僕がついつい言ってしまうことお分かりになられますよね。これもうもう言ってしまいたくなりますものね、この暗黒面。はい、もうもう今も言いたくなっちゃいましたよ。危なくなんたらサイドとか言いたくなっちゃいましたよ。はい、危なかったです。では行ってみましょうか、もう失敗する前に。サンピアさんの一言、ではでは行きます。サンピアさんよりの一言どうぞ。
クリス。